はい、おはようございます。おはようございます。大室山のアーチェリー場来ております。というわけでやっております。もう30分ぐらいやってるか。はい、まず濡れさん、ちょっと待って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 、はい、おっ、おー、じゃあ次どんどん行ってみようか。誰か、じゃあ、りょうちくん下げるか。笑っちゃって力が入らない。どこ行った。じゃあ、さしく行ってみよう。うん、早くなっちゃった。飛ばないんじゃないかも、そうなると。もう一回、もう一回リトライ。惜しい。今んとこ、お母ちゃん結構命中率高いね。お、サチビンゴ当たりました。当たってる。はい、リトライ。今ちょっとね、ちょっとロボってない。惜しい。サチは打ち切っちゃったのね。意外なものが飛んでます。どう、1年ぶりに会ってみて。楽しい。完全にあの大室山がアーチェリー場と化してるよね、ここね。3人が、まあ、4人の入場料プラス3人の貸し出し料でいくらぐらいだっけ。3600円か。安いで、1時間打ちたい方で、打ちっぱなしだね。そして第2ラウンドが、矢がどこにあるでしょうって。ここはね、あの端っこの的はあまりやめた方がいいかもしれないです。矢がなくなる。ありそう。はい、2本。はい、そんな感じで大森山のこの河口のそこでね、ずっとこうみんなアーチェリーやっております。ここなかなかおすすめなんで、ぜひよかったらやってみてください。そして上はお鉢巡り。なぜかたくさんの人が見てると、ギャラリーがおります。じゃあ最後のりさんで締めようかな。ベスッとこう。よし、よし、じゃあ最後ね、決めポーズお願いします。決めポーズ、3、2、1、ふー。